前の動画で話した通り、初めて病院に行った日の次の日に行った発達検査についてお話ししたいと思います。夫も子どもたちと同じように発達検査や引き取りをして、得意不得意を検査してもらいました。そして別の日になりますが、夫の母親も病院の先生に呼ばれて、小さい頃の話やあの時困っていたことなどの話をいろいろ聞いていました。で、私自身も一緒に病院に行って、家での様子などを話しました。夫のお母さんの話では、夫は小さい頃から多動でよく動いていたようです。そしてどこか買い物に行ってもすぐにバーッと走り回ったりしていたみたいです。まあ戻ってはくるんですけど、すごい多動であっち行ったりこっち行ったりっていう感じでした。なので今の息子みたいな感じだったようです。そして片付けができないというのが結構困っていたみたいです。単に片付けができないとかっていうなら、まだなんかなんとなくそういう人がいるだろうって感じだと思うんですけど、夫の場合、夫が言うには、何をどう片付けていいのか、何からやっていいのかがわからないそうです。あとは忘れ物とか物をなくすことがとても多かったみたいです。私が先生に話したのは、まあいっぱいこうバーって例を挙げていくと、まず集中できないで、小さなミスが多い、それは家でも会社でも、まあ、ミスが多いっていうのはあります。で、あと忘れ物が多い、片付けができない。まあ、忘れ物が多いとか片付けができないのも、小さい時から続いているような感じのことですね。で、あと気が散ってしまう。と、やらないといけないことを忘れる。あと、人が話していても話を遮って自分の話をしたりすることですね。本当に小さなミスが多くて、なんだろう、ケアレスミスっていうんですかね。本当に小さいミスがこう重なっていって、まあ会社で起こしたみたいに大きなミスになるみたいな感じで、結構ミスはありました。まあ夫自身気をつけているみたいなんですけど、それでも忘れるっていうので、じゃあメモで書いたらどうって言っても、そのメモ自体を忘れてしまったりとか、だから結構どういうふうに対策をしていくかが結構問題点っていうか、どういうふうに対策をしていけばいいのかなっていうふうにいろいろ考えてはいますね。なんか対策を考えても結局それすら忘れてしまうので、こっちもこうどうしていいのか分からなくて、まあ今の段階ではもうずっと同じことを言い続けてるっていう感じで、小さいミスだったら本当にいいんですけど、外でのミスとか、やっぱりね、あの会社に迷惑をかけるミスとかだったら本当にあの迷惑をかけてしまうので、なのでなかなか難しいなとは思いますね。あの改善するのは。チャンネル登録よろしくお願いします。片付けができないっていうのが一番印象的でしたね。と、例えば出産で、まあ、私の場合帝王切開で2人とも産んでるので1週間以上入院するんですよね。で、その間、まあ夫が家にいて、まあ自分で家事をしたりだとか自分でやらなきゃいけないことをやるんですが、それをまあ頼むとやっぱほぼほぼできてなくて、特に片付けが苦手なので、洗濯物は脱いだら脱ぎっぱなしで、洗濯のカゴとかにも入れないでそのまま置いてあるし、布団もそのまんまだし、出したら出しっぱなしでもうそのままぐじゃーって感じで置いてあるし、まあ変な話言うと汚い話ですけど、食べたものは食べっぱなしでそこら辺に置いてあるし、ゴミもそこのなんだろうテーブルの上にそのまま置きっぱなしだし、結構汚い、私からすればすごい汚いような感じですね。だから匂いがなんぼ出てても、そのなんだろう、ちょっと臭い匂いが、食材の腐った匂いみたいなのが出てても、まあ、全然気にならないような感じなんですよね。どうしていいのかまずわからないっていうのが旦那がいつも言うことで、私からすればどうしていいのかわからないじゃなくて、ゴミに入れて片付ければいいだけなのになって思うことでも、旦那からしたらすごい難しい感じ、難しいようなんですよね。いや、そこが私自身なかなかこうっていう感じで、なかなか
本当に分かってあげることができないっていうか、理解できなかったですね、最初は。でもやっぱり徐々に慣れてきて、まあ私がやればいいかみたいな感じで、まあ旦那がなんぼこうわーってぐちゃぐちゃにしても私がこう片付けて、またそれが良くなかったのかもしれないですけど、まあでもそっちの方が早い、そっちの方が早いっていうのがあって、やっぱり子供もいるし、なので そういう感じで動いていましたね。あ、結構小さい時から、まあ、症状っていうか、そういう ADHD の症状は結構出ていたんだなっていうふうに思いましたね。まあ、私たちの場合は娘と息子は、まあ、小さいうちに分かったんですけど、夫の場合は30歳とか30過ぎぐらいに分かったので、結構まあ遅く分かったので、まあ、そのなんか先生が言うには、こう結構大人になってから発達の検査をして分かった人っていうのは、まあ、二次障害って言ってうつ病になったりとか、そういう自信をなくしてしまうってことが多いらしくて、まあ、そこを気をつけてくださいっていう感じでは一応言われましたね。でもその実際どう気をつけていいのかっていうのが分からなくて、まあ、結局仕事でもその半月考えてやったこと、もう先生から言わせれば、いやそういうのをやっても意味がないっていうか、結局その時は覚えていてもちょっとしたらまた忘れてしまうっていうのがあるみたいなので、本当に対策をどう考えている、どう考えていけばいいのかっていうのは本当に困りましたね。がもう逐一こう誰かが一緒についていて、まあ会場ではないですけど、まあ、これ忘れてないとかっていうのがいいのか、まあ家ではそれができたとしてもやっぱり会社では難しいですよね。誰か一人で夫についてもらってっていうわけにもやっぱり会社的にもいかないと思うので、でもやっぱり病院の先生に言われたのは、やっぱり夫に一人こうついてもらって一緒にやるっていうのが一番ベストなんじゃないかっていうのは、まあその時に言われましたね。で、まあそういう、まあ、困ったこととかそういうのを話して、発達検査で得意不得意も、まあ、検査してもらって、別の日に夫の母親と私からも先生が聞いて、それをまとめて、まあ結果が出るって感じなので、まあその時に先生が言われたのは、もうおそらくもう ADHD でしょうっていう感じでは言われましたね。この小さい時からずっと続いてることとかだったり、まあ、片付けが異常にできなかったりとか、まあ、その集中できないとか忘れ物とか、そういう件も全部含めて、もう ADHD で間違いはないでしょうみたいな感じでは先生が言ってて、まあそれでもやっぱり結果っていうものが出るまでは一応お待ちくださいみたいな感じで言われて、病院が終わって、まあ結果は次回の通院で多分わかるでしょうってことなので、まあ待つ感じになっています。ちょっと話がごちゃごちゃで分かりづらかったと思うんですが、発達検査についてのお話はこれで終わりたいと思います。